皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はなんか最近音が良くないな、詰まったような感じがする、前もっと元気があったのに元気がないな、その原因お話しします。はい、これはですね、ちょっと前の動画でもお話ししたんですけど、原稿館の時期が来てます。はい、急に来るわけじゃないんです。ウクレレの弦っていうのは徐々に徐々に、もう本当に本当に少しずつ進んでいくので気づきにくいんですね。まあ言うなれば緑内障と言われるもんですか、目の視野が欠けてくるっていう風なのあるじゃないですか。徐々に徐々に欠けてくるから気がつかない、気づいた時にはなんか最近見づらくてたくさん見えない部分があったっていうようなことを言われるようであります。まあそれと同じとは言わないですけど、徐々に徐々に進行するから分かりづらいんですよね、この弦の劣化っていうのは。だから音に元気がない、前はもっと明るい音がした、こういうのも弦交換の時期です。前にお話ししたその音程がおかしくなる、チューニングが合わなくなる、まあ、これ以外にもこういうところはあります。 DJ も最近このウクレレの音気に入らないな、なんとなく違うウクレレにしようかなと思って、あれ待てよ、3ヶ月変えてないな、ちょっと変えてみるかって、変えると生き返るって、こういうこと言ってる BJ がやってしまうことでもあります。はい、最近このウクレレの音気に入らないな、前もっと良かったんやけどなっていう時、変えてみると、カラッと変わる場合があります。はい、これ徐々に進行するから分かりづらいんですよ、 BJ でも見逃す場合がある、こう言ってる本人が見逃す場合がありますからね。はい、皆さんもなんか気に入らないな、もうこのウクレレじゃなくて新しいの買おうかな、はい、その前に弦を交換して新たな状態でウクレレと向き合ってあげてください。はい、ウクレレも弦変えたらもっと元気な音出るのに変えてよって言ってるかもしれないですからね。はい、ということで今回は以上です。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか、暖かい日が止め